カラオケって行く？いやもう当然全然行けへんよ。でもこの5年間で断られへん時ってあったやんか。5年間で5回ぐらいは行ってんじゃん。年一ぐらい。年一ぐらい。なんやかんやで、なんかまあ。それ何で行くん？まあ一番近しいとこで言うと、ケンタも一緒におったけど、去年の忘年会ね。おーおーおー、忘年会終わって、こんだけの人数二次会収容できるのはカラオケボックスしかなかったとか、なんかイベント行って、友達同士でイベント行って、しょうもなかったから出たら2時ぐらいで、朝までとりあえずもカラオケしかないっていうのも一回あったね。うん、そんな。じゃあカラオケに行くっていうよりは場所がないから、うん、もちろんカラオケを目的にみたいなのないよ、やっぱり。これな、おうおう、俺が別に興味あったわけじゃなくてな、おうおう、あのバッジョからのお題やねん。ああ言っちゃった。おうおう、はいはい、あのカラオケって行くんですかって、うんうん、俺もあんま行かへんねん、うんうん、別にあのカラオケが好きとか嫌いなわけじゃないんやけど、うんうん、まあ、行く機会がないから、はい、あの全然行かへんねんけど、うん、ほんでアメヤンも全然行かへんから、うん、もうこれあかんな。いやいやでもな、ちゃうねん、ちょっとそういうサブカル系の人って、うん、カラオケを嫌ったりするやんか、そういう。あ、そうやねん、うん、でそこで言いたいんやけど、うん、カラオケは面白くないわけがない、うん、だって俺ら音楽好きやんか、うん、そうやねん、うん、めっちゃ面白いで。だから行く人次第やね。だから今から3人で行こうやって言ったら絶対面白いし、うん、じゃあ行って絶対歌う曲を1個ずつ言うていこう。おー、うん、俺は行こうか。じゃあおー、1曲目はもう大体決まってるね。美しく燃える森、あースカパラフィーチャリングタミオ。なるほど、うん、あ、それで行くとさ、カラオケ行って何歌うんっていうのってさ、うん、めっちゃ困らへん？うん、困るよ、めっちゃ。それどういう時の何、まあ、俺カラオケ行くって言ったらさ、大体会社の人とかさ、うん、だから余計厳しいやろね。結婚ちゃうわ、うん、あの飲み会の後とかでさ、うん、連れて行かれるやん、うん、でそういうので行くぐらいやからさ、うん、でサブカルの人たちはみんなカラオケ嫌いぶるやん。嫌いぶる、うん、なもう行くことないからそういう人とばっかりになるやん、うん、だ何歌ったらええねんっていうのがいつも困るよね、うん、だからその、なんか美しくなんとかで行くと、うん、歌う曲でいくと俺はブルーハーツとか歌うわけよ、うん、そうだね、うん、もう外さへんやん、うん、外さへん、うん、俺が提案した1曲ずつ上げていこうぜゲームが続いてるのか続いてるのかもう全然わからへんわ。今のケンタのブルーハーツは1曲換算なのかが全然わからへんわ。俺が言うんか次これは曲を。ほんまやな。コンシャスラジオ。俺はな、カラオケ行って歌ってる人以外が必死に曲を探してる感じがやっぱちょっと気持ち悪いんよ。なんか見てあげて聞いてあげてってめっちゃ思うやんか、うん、なんかで自分が歌ってる時もこうかって思うし、変な文化よね、なんか、うん、うん、ただ楽しいよカラオケは絶対的に。もっと普通に、まあ、毎回じゃなくても、じゃあ例えばこれ3人とかここ、まあ、いつも集まるメンツとかおるやんか、うんうん、ここにサッサンがおるとかね、うん、広瀬がおるとか吉田君おるとかの流れでカラオケ行こうかってなっても別にええと思うけどね。それやったら多分めっちゃ楽しい、うん、楽しい楽しい、うんうん、なんかまあこれ広瀬とか絶対聞いてるし、うん、まあ次なんかの時はね、うん、そういうのも全然、うんうん、あれやろな、なんかカラオケが楽しくないってある程度こう同じものをなんか背景を共有してる人だといかんとしんどいんやろね。そうやで、うん、の割にカラオケって案外そういう人らで行かないところになってるやんか、うん、さっき健太が言ったように飲み会の後とかだから逆にちょっとみんなで行くっていうのはありやで、これ、うん、いやありやと思うで、うん、もっと全然のカラオケに行くっていうの、うんうん、なんか気使ってまうねんな、そのさっきのあの、うん、なんやっけ、みんな曲探してるとかでさ、うん、なんかめっちゃ気持ちよさそうに歌ってる人とかいるやん、うん、なんかこう誰も聞いてへんことにこの人が気づいたらどうしようって思うやん。それがめっちゃあるな。だからもう全然別にあこの人空気読まれへんなって思うねんけど、うん、せめて俺だけは頑張って画面見とこうみたいな、うん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 、なんかすごい嫌な感じになるわ、うん、でも今はね時代は発達していて、うん、まあ、あの紙でペラペラペラっていうのもあるんやけど、うん、こっち側から検索できるんよ、うん、こういう機械があって、うん、それこそ
美しく燃える森を歌いたいと思ったらそう検索できるから、まあ、パッとは入れれるけどね、うん、だからパッと入れてすぐこうやってあげるっていうことはまあできるけどね昔と。